自然にあふれ、四季折々美しい変化を見せる栃木県奥日光。ここは栃木県にある日光国立公園です。標高1270メートルにある美しい水を持つ高山湖として知られている中禅寺湖です。国際的な観光地として知られる日光、その奥日光には華厳の滝、中禅寺湖など素晴らしい自然の魅力にあふれた観光名所が数多くあり、年間約770万人もの人々が訪れます。この奥日光に向かう道として知られているのが通称いろは坂です。いろは坂は毎年観光シーズンになると激しい渋滞となり、交通障害をもたらしています。こうした問題を少しでも解決するため、今いろは坂で新しいトンネル、新明智トンネルの建設が進められています。奥日光に向かう道、いろは坂は国道120号にあります。下り専用が第一いろは坂、上り専用が第二いろは坂となっています。新緑の季節、多くの車が奥日光を目指していろは坂を登っていきます。いろは坂の途中にロープウェイのある展望台、明智平があります。いろは坂の途中にこの明智平があります。明智平と中宮寺の間に2つのトンネルがあります。昭和7年に作られた明智トンネルと白雲トンネルがそれです。この2つのトンネルの横で今新しいトンネルの建設が進められています。今私が来ているのが新明智トンネルの工事現場なんです。私の後ろに見えるあのトンネルが完成すると、この車道とずっとこんな感じでつながるわけですよね。そして、あそこに見えるのが今までの古い明智トンネルなんです。今日は平日なんですけども、本当に車の交通量が多いところですね。このいろは坂、春や秋の観光シーズンになると渋滞の長い列ができて大変に困っているそうなんです。それで今隣にこの新しいトンネルを作っているというわけなんです。それにしてもすごい交通量ですね。秋、紅葉の季節、日光で最も多くの観光客が訪れる季節です。このいろは坂では明智平にロープウェイがあることから、明智平と中宮寺の区間はロープウェイを利用する観光客の利便を図るため、特別に対面交通となっています。しかし、この区間にある明智トンネルと白雲トンネルは約60年前に作られた古いトンネルのため、高さに 3.2 メートルという制限があり、現在大型バスなどがトンネルの中ですれ違うことが大変難しい状態となっています。このため、1日約1万5000台以上が訪れる観光シーズンには渋滞を引き起こし、
交通障害の原因ともなっています。いろは坂を通過するのに普段は30分くらいですが、渋滞がひどい時には4時間以上もかかるほどです。こうした状況を解決する一つの方法として、トンネル内の大型バスの対面交通を可能にする新しいトンネルが建設されることになったのです。それが新明知トンネルです。これがその新しいトンネルのルート。新明知トンネルは新明知第1トンネルが42メートル、新明知第2トンネルが926メートルとなります。またトンネルの標準断面はこのようになります。それではちょっとトンネルの中に入ってみましょう。こんにちは。あ、こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。それではヘルメットを最初にかぶってください。はい、わかりました。あ、どうもありがとうございます。もうだいぶトンネルはできてるんですか？そうですね、約半分ぐらいできてる。あ、そうですか、ね、じゃあ早速、はい、お願いします。じゃあお願いしましょう。工事を受け持つ共同企業体の方にトンネルの中を案内していただきました。なんか中に入るとひんやりしますね。そうですね、トンネルの中はもう一年中この15度ぐらいで、もう変わらないですね。夏は涼しいし、冬は逆に暖かいというところですね。ここがあの、はい、トンネルの最先端部、我々が言ってる切り波と言ってるわけですね。現在、ここが現在のトンネル工事の先端部分です。約半分ぐらいも入ってるんですね。ところでこんなに大きなトンネルってどうやって作ってるんですか？はい、まあトンネルというのはいろいろ山によってこういろいろ掘り方は変わるんですけど、この場合は岩がこう出てますんで、まあ人力で掘るというわけにいかないんで機械掘りと、まあこれを起こすのには火薬を使って起こしてるわけですね。まあ要はダイナマイトですね。そこで岩に穴を開けて、そこにダイナマイトをやって、葉っぱをすると。1日に何メートルぐらい掘り進めるものなんですか？そうですね、今現在この山で行って、大体3メートルまあ、うちの場合このちょうど入り口トンネルのちょうど入った時に掘ると崩れるようなところですね。そこで行くと1日やっと1メーターというような状況ですね。だから山によって掘削もだいぶ違ってくるということですね。ではトンネルをどのようにして掘るのかアニメーションで見てみましょう。まず切り葉の岩盤を掘削削鋼します。次に火薬をセットします。そして爆発させ岩盤を砕きます。砕いた岩はパワーショベルでダンプカーに積み搬出します。次に掘削したトンネルの岩盤にコンクリートを吹き付けます。続いて6ボルトのための削鋼を行い、モルタルを注入します。そしてそこに6ボルトを挿入します。こうしてトンネルの上部が掘削し終わると、下部を同じように掘削し6ボルトを挿入します。そしてトンネルの内側にコンクリートを巻きつけ、最後に道路を作ります。これはナトム工法といわれるもので、最近のトンネル工事の主流となる工法です。では実際の工事の様子を見てみましょう。これが切り葉の岩盤を削鋼するドリルジャンボという大型機械です。ドリルが火薬を装薬する穴を削ります。着工が終わると
どダイナマイトを装薬します。そして作業員が退避した後爆発させます。葉っぱによって砕かれた岩はずりと呼ばれます。このずりはダンプカーによって搬出されます。続いて掘削した部分の地盤を安定させるため、直ちにトンネルの壁面にコンクリートを吹きつけます。コンクリートの吹きつけが完了すると削鋼を行い6ボルトの挿入となります。この6ボルトがトンネルと地盤を一体化させトンネルを強固にする重要な役割を果たすことになります。このような作業を繰り返し行うことによって新明智トンネルが作られていきます。どうですか、この新明智トンネルのこと少しは分かりましたか。今日も多くの車がいろは坂を登っていきます。奥日光の豊かな自然と風物を求めて訪れる多くの人々。その観光をより楽しく充実させるのがいろは坂の快適なドライブといえます。平成5年度中に完成が予定されている新明智トンネル。この新明智トンネルの完成によっていろは坂のドライブはより快適なものとなるでしょう。